エンリケイグレシアス、エンリケイグレシアス、エンリケイグレシアス、1975年5月8日帯は、スペイン・マドリード出身、アメリカ合衆国、マイアミ在住の歌手、グラミー賞、ラテングラミー賞、ビルボードミュージックアワード、アメリカンミュージックアワード、ワールドミュージックアワードなどを受賞している。ヒット曲の中でも、日本では、トヨタ MRS のコマーシャルに使用され最上、 ヒデキもカバーした、バイラモスと恋するトップレティの主題歌であったヒーローが有名。イグレシアスは、スペインのレアル・マドリードの元二軍サッカー選手で、世界的に有名な歌手となったフリオ・イグレシアスと、フィリピンとスペインのミックスで、元モデルのセレブリティである、イベル・プレイスラー。二歳上の兄は同じく歌手の、フリオ・ホセ・イグレシアス、フリオ・イグレシアス・ジュニアとも呼ばれるである。他に、 イフ兄弟が二人、イボ兄弟五人がいる。エンリケ・イグレシアスは三歳の時に両親が離婚。父はアメリカ合衆国フロリダ州マイアミに移り、子供たちは母とマドリッドに住んでいた。しかし、イグレシアスの祖父、フリオ・イグレシアス・プガがバスク地方のテロリスト集団 ETA に誘拐された事件が起こり、1982年、 身の危険を感じた母によって、警視と共に、マイアミの父親のもとに送られる。父親は、不在のことが多く、イグレシアスは母親に会うために、毎年夏を、スペインで過ごす以外は、ウバのエルビラ・オリバレスに育てられた。最初のアルバムもエルビラに捧げられたものである。イグレシアスは奥万長者の息子として、非常に裕福な生活を楽しんでいたが、後に、 シンプルさを好むようになった。その傾向はコンサートでも見られ、白いコットンシャツに、ジーンズといった地味衣装で現れるようになった。イグレシアスの最初のキャリアは、プレップスクールのガリバー高校である。両親に秘密で歌のレッスンを始め、経営学を学ぶために、マイアミ大学に一年通った後、音楽の道に進むことを決心した。 イグレシアスは契約してくれるレーベルを探していたが、契約にこぎつけるまで本名を名乗ることをカくなナに、拒み、エンリケ・マルティネスという名を使った。デビューに至る経歴は、蘇生を全く知らない、第三者がイグレシアスでもテープを聞いて、才能を認めたという説と、父親の元マネージャーで、デビュー当時からエンリケ・イグレシアスのマネージャーを務めた、コロンビア人のフェルナン・マルティネスに支援を頼んだという。 説がある。イグレシアスとマネージャーの二人は、無名の中南米出身の歌手として、エンリケ・マルティネスのデモテープを各社に渡して売り込んだが、大手すべてに断られた。ようやく、メキシコ音楽などを扱うスペイン語系レーベルの、ホノビサだけが興味を示した。ホノビサと契約を結んだイグレシアスは、カナダのトロントで一枚目のアルバムのレコーディングを今日、 1995年発売の最初のアルバム、エンリケ・イグレシャスは発売3ヶ月で100万枚を突破し、最初のゴールドディスクは発売後わずか7日で手に入れたポルトガルのものである。700万枚のセールスを記録したアメリカではプラチナディスクを得ている。ホノビサカラはデビューアルバムに次いで1997年、ビビア1998年、 コサス・デル・アモールをリリースしている。フェルナン・マルティネスのアドバイスで、コサス・デル・アモールでは初めて英語で、スペイン語と半分ずつだが歌った曲、バイ・ラモスが収録されている。ほのびさでの成功、プラチナディスク2枚、ゴールドディスク1枚によって、業界大手のユニバーサルミュージックとアルバム6枚を出す契約を結び、スペイン語圏から英語圏市場へ進出した。 そして2000年2月には国民的祭典スーパーボールのハーフタイムショーに出演し2003年12月にはニューヨークの風物詩ロックフェラーセンターのリスマスツリー点灯式に招待されるなどラテン社会のみならずアメリカのメインストリームでも受け入れられるスターとなった2000年6月には口パク疑惑が起こった辛辣で ショッキングな放送内容で有名なニューヨーク在住のラジオパーソナリティ、ハワード・スターンは音程の外れたリズムディバイン、イグレシアスの歌う MP3 と歌う映像ビデオらしきものを受け取った。スターンはこの激しく音痴でおかしい歌を自分の番組で一週間にわたって流し、イグレシアスのライブが口パックでスタジオの外ではうまく歌えないどころかミリ、バニリと同じようにアルバムは 別人が歌っていると目でほのめかした。イグレシアスはニューヨークに直行しハワード・スターンショーに出演、アコースティックでリズムディバインと b e w i y o u を歌った。スターンは批判を止めるとイグレシアスに言った。イグレシアスはこの疑惑とハワード・スターンショーへの出演は結果として最高のプロモーションになったと語っている。日本には2000年2月に プロモーションで訪れ HMV 渋谷店でファインイベントを行った。2002年1月にもエスケープのプロモーションで再来日し、1月27日に HMV 渋谷店でミニコンサートを開け、1月29日に笑っていいとも2月2日にポップジャムなどに出演した。2005年2月イグレシアスはトミーヒルフィガーと契約し、香水。 トゥルースターメンの様々な宣伝イベントに出演し、コマーシャルのテーマソング、リングマイベルも歌っている。人気テレビ番組、エクストリームメイクオーバーのシーズン最終回に登場し、サムバディ・エスミーを歌った。リングマイベルと、サムバディ・エスミーは2007年発売の、インスミエックに収録れている。イグレシアスのアルバムセールスは4000万枚に達し、世界で最も売れている。 スペイン語系ミュージシャンの一人となっている。イグレシアスは父親の持つセールス記録3億枚以上には達していいもののアルバム1枚あたりの売り上げでは父を超えており1990年代に最も売れたスペイン語系アーティストとなった。レコード会社がつけた世界で最も売れているスペイン人アーティストというレッテルもあながち間違いではない。イグレシアスは もし将来子供が生まれて同じ道を進むことになったら、自分と同じように、父である自分の記録を超えることを期待するだろう、とっている。イグレシアスは、ソングライターである、ガイチャンバースとして英語に訳され、元スパイスガールズのメラニー・チズムがカバーして、ヨーロッパ中で大ヒットし、多くの国でチャート1位になっている。イギリスのバンド、ホリーズ、 のアルバムには、イグレシアスと共同で書いた曲が4曲含まれている。イグレシアスは、もし引退するようなことがあったら他のアーティストのために、曲を書いてプロデュースしたいと何度も語っている。また、2000年にイグレシアスは、フォーガイズネイモド、ホゼアンドウノムーヒーアネイモドマリアという、オフブロードウェイミュージカルを共同プロデュースした。このミュージカルは、音楽に、 興味のあるラテン系アメリカ人の4人が出会って、ショーを上映するという物語である。カルメン・ミランダセレーナ、リッチー・バレンス、サンタナ、リッキー・マーティン、イグレシアス自身といった混弱のラテン音楽や、ラテンポップアーティストたちの曲を彷彿させる、内容である。2002年にイグレシアスは、アメリカのスナック菓子、ドリトスのコマーシャルに出演している。コンサートで歌いながら、 恋人を探しているイグレシアスが黒人男性に手を差し伸べる。男性が対処に困っていると、男性が持っていたドリトスの袋を奪い、ステージ上で食べ始めるという内容であった。イグレシアスは、ワールドツアーのスポンサーであった、ペプシの豪華コマーシャルにも出演している。ペプシを独り占めするわがまま、ローマ皇帝の役で、グラディエーター姿で、 ウィウィル・ロック・ユーを歌うブリトニー・スピアーズ、ビヨンセ、P、NK の三人組によって、高い見物席から、ライオンのいる競技場に落とされてしまうという役柄出る。イグレシアスは演劇にも、興味を示し始め、2003年公開、ロバート・ロドリゲス監督の、レジェンド・オブ・メキシコ、デスペラードにて口が悪く、拳銃を振り回すロレンソ役で、アントニオ・バンデラス、サルマ・ハエック。 ジョニー・ゼップと共演した。チャーリー・シーン主演のテレビコメディ番組、2&A ハーフメンの2007年5月7日のエピソードでは、何でも屋のフェルナンドとして、亀を出演している。イグレシアスは、音楽の仕事の合間にできるような小さな役なら、また演じてみたいと語っている。イグレシアスは、アルバム作成の合間には人前に出ることは、 少なかったが、最近は何度もメディアに登場している。オプラウィンフリーショーで、ファンの一人と一日を過ごすという企画で、ゲト出演したこともある。スペインの放送局ユニビジョンの番組、プレミオス・フベンタドに出演したり、アルゼンチンのディエゴ・マラドーラの番組の最終回にも、ゲスト演している。2000年3月13日までマネージャーを務めた、フェルナン・マルティネスによると、 イグレシアスの成功のために、エルビス・プレスリーや、フランク・シナトラのマネージャーの戦略を真似て、事前に、ファンにスケジュールを伝えていく先々で、イグレシアスを囲ませたり、ラジオ局に電話をかけさせたという。また、ロサンゼルスタイムズに掲載してもらうために、編集者の自宅を突き止め近所に、エンリケ・イグレシアスの大きな宣伝看板を立てたという。このようにメディアがイグレシアスを無視できないように、 仕向けていたことを告白した。また、有料のコンサートより、無料のイベントや、チャリティーショーに出演する方がプロモーションとしては、効果が高い場合があると語っている。また、イグレシアスが、リムジンで乗り付けるよりもタクシーに乗ることを好み、シャンパンよりも水、キャビアよりもマクドナルドが好きだと語っている。そして、イグレシアスは、非常に、自己抑制力に優れた人間で、 唯一の問題は、早寝早起きだったと暴露している。早起きが苦手なのは、イグレシアス本人も、ハロッツバーゲン初日の早朝イベントに参加た際に、認めている。しかし、これは8枚目のアルバムのタイトルにもなっている、不眠症が原因とも見られ、2007年5月のエル・パイスのインタビューでは、ぐっすり眠ったことがなく、睡眠薬を飲んでいると語った。 2003年には法にあったホクロが将来癌になる可能性があると指摘されたために除去手術を受けている。イグレシアスは元ミスユニバースのアリシアマ・マチャド、歌手のクリスティーナ・アギレラ、女優、歌手のゼニファー・ラブ・ヒューイットなどサワの女性と噂になっている。2002年のエスケープのプロモーションビデオで共演したロシアのテニスプレイヤーで、 モデルのアンナ・クルニコワとは2004年に交際を発表し、結婚したという噂まで出た。2007年5月15日のインタビューで今も、交際は順調だが、結婚はしておらず、激痩せ疑惑があるクルニコワだが健康だと話し、自分は30歳になったが、今はあちこち飛び回っているので、子供を持つならもう少し落ち着いてからだと語っている。2017年12月、 クルニコワが双子を出産し父親になった。1995年にイグレシアスは最初のアルバムエンリケイグレシアス放題デビューオスペイン語でリリースする SIT テバスエクスペディアレディーヒューザなどのヒット曲を含む軽いロッパラード調である。最初の1週間で50万枚のセールスを記録した。英語以外の言語のアルバムでは珍しい快挙である。 ポー・アマーティは、メキシコが、本拠地の世界最大スペイン語放送局である、テレビサのソープオペラシリーズ、マリソルに使用された。しかし、ポー・アマーティ・ダリア・ミビダ、君への愛のためなら、僕の命をあげるよという部分が、ポー・アマーティ・マリソル、モリリアと変えられている。CD は、ほとんどの曲を翻訳してイタリア語版と、ポルトガル語版も発売された。このアルバムから5曲が、 シングルカットされたが、すべてラテンチャートの1位になっている。このアルバムでイグレシアスは、ベストラテンアーティストとして、グラミー賞を受賞する。1997年、イグレシアスは、ビビア、生きること放題、ビビールで、再び成功を収める。この年英語で歌うスーパースターたち並みのセールスを、記録する。イギリスのデュオ、ヤズーノの、の、オンリーユーのスペイン語カバー曲。 ソロエンティーも収録されている。大規模なアリーナやスタジアムを使うことにこだわり、同年夏にイグレシアスは、エルトン・ジョン、ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエルのサイドマンを引き連れて、チケットが売り切れとなった16カ国で演奏した。ツアーは、テキサス州オデッサを皮切りに、メキシコシティの世界最大の闘牛場、プラサデトロス・メヒコ、デサンヤ、連続。 アルゼンチンのエスタディオガープレートで13万人を相手に見や、アメリカ合衆国内では19のアリーナで公演している。このツアーは当時としては、英語以外のショーでは最大級とされた。ビビアからはシングルリリースされた6曲のうち、エナモラド・ポ・ー・プリメーラ・ベース、ソロ・エンティ・ミエンテの3曲がラテンシングルのチャートや、スペイン語圏の国々でも1位に輝いた。 アメリカンミュージックアワードに新設された人気ラテン、アーティスト部門に、ルイス・ミゲルや父のフリオ・イグレシアスと共に、ノミネートされた。この賞を得られなかったら、フリオ・イグレシアスは怒って退席してしまうだろうと言われており、結局フリオが受賞し、エンリケは賞をもらえなかったが、受賞式で、指や C を歌う機会を預かられた。1998年、イグレシアスは3枚目のアルバム、 コサス・デル・アモール、愛に関すること放題、コサス・デル・アモールをリリースした。過去2枚に比べて、大人のテイストを打ち出し、シングル、エスポランスと、ウンカテ・アルビダレイは2枚とも、ラテンシングルチャートの1位になり、彼のラテンミュージシャンとしての地位を不動にした。ウンカテ・アルビダレイは、同名のスペイン語ソープオペラのテーマ曲として用いられ、シリーズ最終回では、 イグレシアス自身が登場し歌っている。アルバムのリリースに合わせて小規模で短いツアーを行ったが、そのうちメキシコのアカプルコでの公演はテレビ放映された。その後は大規模な場所で80回以上にわたるワールドツアーを行っが、このコサスデルアモールツアーはマクドナルドが初めてスポンサーとなったコンサートである。前年に逃したアメリカンミュージックアワードの人気ラテンアーティスト部門を リッキー・マーティンやロス・ティグレス、デル・ノルテを抑えて受賞した。1999年頃までにイグレシアスは英語の音楽史上でもキャリアを築いていた。これはリッキー・マーティンを最大の貢献者とするクロスオーバーの成功に起因するもので、ラテンアーティストやラテン音楽はメジャーな音楽史上において人気が急上昇した。ウィル・スミス主演のワイルド・ワイルド・ウェストのサウンドトラックに 提供したバイラモスがラテンチャートはもちろん全米チャートでも1位になった。バイラモスの成功でオーテルベールがこぞってイグレシアスと契約しようとした。ユニバーサルミュージック参加のインタースコープレコード、台湾のなどの各国アーティストと組んだデュエットを次元定番としてリリースした。イグレシアスは2001年にアルバムエスケープ、放題、エスケープを発表した。前年は ラテントのクロスオーバーミュージシャンたちが最初の英語アルバムでつまずくことが多かったが、イグレシアスはそれどころかセールス記録を更新した。最初のシングル、ヒーローは全英チャートや多くの国で1位になった。このアルバム全曲の作詞作曲にイグレシアスも関わっている。エスケープーはイグレシアスのアルバムで商業的に最も成功したアルバムである2007年5月。 現在、当時チャート1位であったマイケル・ジャクソンのアルバム、インビンシブルを蹴落とし売りげも抜いた。シングル、エスケープと、ドントターンオフ・ザ・ライツは、ラジオの常連曲となり、北米や、その他の地域でもチャートの上位を獲得した。アルバム第2版は、イグレシアスの気に入っている、メイビーとライオネル・リッチーとのデュエット曲、ツーラブ、エイ・ウーマンを収録して、世界各国同時リリースされた。 このアルバム人気に乗って、イグレシアスは16カ国で50回のコンサートツアー、ワン、ナイトスタンドワールドツアーを行い、チケットは全会場で売り切れとなった。このツアーは、ラジオシティミュージックホール、3夜連続で、ロンドンのロイヤル・アルバートホールなどで行われ、先週楽は、ルーマニア・ブカレスト市内の国立リアマノリュースタジアで、盛大に行われた。このコンサートは、 ルーマニアの MTV 開始とタイアップしており、番組で最初に放映されたのが、ラブ2 c ークライのミュージックビデオであった。第2弾の Don't Turn Off the i g h t s ツアーは、ニューヨークのマディソンスクエアガーデン2や、メキシコの国立オーディトリアム2やなど、全席売り切れで、最終コンサートは、プエルトリコさん不安のロベルト・クレメンテ・コリセウムの単独ショーで大成功に終わった。 2002年、母語のスペイン語で4枚目のアルバム、キーザス、多分の違法題、キザス。スペイン語では、キサスをリリースし、再び、プラチナリスクとなった。以前のスペイン語アルバムに比べて洗練されており、アルバムタイトルにもなった、キーザスは、イグレシアスと有名人の父とのぎこちない関係を、描写した曲である。アルバムリリース前のツアーでもこの曲を歌っていた。 アルバムは発売と同時にビルボードチャートの12位に入り1週間で100万枚の売り上げになりスペイン語のアルバムでは過去5年間で最も早い売り上げスピードとなった。イグレシアスはアルバムクイーザで最優秀ポップボーカルとしてラテングラミー賞を受賞した。シングルカットされた2枚ともがラテンチャートの1位となった。チャート1位のシングルが合計16枚になったことで イグレシアスはラテンチャートで最も多くナンバー1ヒットシングルを持つ歌手となった。16枚目のナンバー1シングルパラ QLAVida はスペイン語の歌で初めてアメリカが主衆国のラジオ局における100万回放送を記録した。キーザスのミュージックビデオは MTV の人気番組トータルリクエストライブで最初に選出されたスペイン語の曲であった。イグレシアスは ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノでスペイン語の曲を歌った最初のアーティストである。これがきっかけとなり、リッキー・マーティン、フアネス、ホルヘドレクスラーといったアーティストが同番組でスペイン語の歌を悲するようになった。2003年イグレシアスは7枚目となるアルバム、自身の作詞作曲としては2枚目のアルバム、セブン、放題、セブンをリリースした。 1980年代の音楽の影響を受けており、友人でギタリストのトニー・ブルーノと共著のローマー自身の独立、コーラス部分では、イグレシアスの両親が彼の歌手としての成功を信じなかった子が歌われているが、テーマの BE You Are Self などが収録されている。最初のシングルは Adicted、次にケリスをゲストに呼んで作成した Not in Love リミックス版が、 シングル化されていい。後者はダンスヒットとなったがエスケープの半分にも達せず、アルバム自体はアメリカでは商業的に失敗したとされる。アルバムリリースとともにイグレシアスは今までで最大規模のワールドツアーを行っている。大々的に宣伝されたツアーはアメリカ国内の住人のショーから始まり、海外ツアーで今まで訪れたことのない国々にも足を伸ばし、オーストラリア、 インド、エジプト、シンガポールなどで満席のアリーナやスタジアムで行い、最後は南アフリカで締めくくった。イグレシアスは一度限りのライブを2006年11月にウルグアイ、12月にイスラエルなどで行う一方、2006年8月にはパウリナ・ルビオとスペイン・マラガでの MTV フェスティバルに出演している。また、 同年11月30日から12月7日までのケロックがスポンサーするミニツアー、ホーザハンズ、エクスクルーシブクラブツアーでは、全米ご都市を回り、古いレパートリーと新曲を英語とスペイン語の両方でっている。イグレシアスは次のアルバム、インスニアック、不眠症者放題、インソムニアを2007年6月12日にリリースした。最初のシングルは、Do You Know に決まっており、 リリース前にすでにラジオなどで放送されて人気が上がっており、一部のラジオ局ではすでに放送リストに入っていた。バベリングアンダー、今後チャートに入ることが予想される分野のチャート102位、ラテンチャートではすでに49位から一気に1位となっていた。ラッパーのリル・ウェイン、サヴァン・コテチャとロサンゼルスで共同制作したムードのある曲、リング・マイ・ウェルも収録されている。 インスミエックでは、Do You Know が最初のシングルに決定し、2007年4月10日にロサンゼルスのラジオ局キース FM でプレミア放送された。5月15日にイグレシアスはアメリカのリアリティ番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターズの撮影で Do You Know とヒーローを歌った。また7月7日のライブ・アースに出演した。ユニバーサル遺跡後に、ほのびさから発売されたアルバム、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。